なんか、アナログ、あ、でも、ゲームやってないっつったら全然違ってて、アナログゲームは結構やってんすよ。ああ。マージャンとか、マージャンとか、なんか人狼とか。はいはいはい。なんかそういう、こう、マーダーミステリーゲームとか。ああ、あれ評判いいんすよね。マーダーミステリーね。うん。あともうちょっとスポーツ系というか、体動かす系で、アドベンチャーレースとか、ロゲーニングとか。 まあ、あれですね。まあ、だからね、まだ、あの、<laughs> 人間関係にまだ疲れてないから、そういうゲームができるんだと思うんですよね。あの、僕もちょっとね、あの、20年前ぐらいは、うん、もうあの、対戦ゲームしかやらなくて、うん、まあ、ボードゲームか、ネットワークでやったら対戦ゲームなんですよね。うん、で、ソロゲームでやるのほんとつまんねえなと思ってたんですけど、うん、まあ、年を取ると、だんだん、うん、あの、人間と付き合うのがちょっと、だんだん耐えきれなくなってきて、ね。めんどくさくなってきましたいや、めんどくさいというよりに、ちょっと辛い感じですよね。なんか、あの、 ラーメンで言うとジローがもう食えなくなったみたいな感じなです。あ<ー>そういう感じ。え、なんか人間関係の難しさっていうか、うん、辛さって具体的にどういう時に感じるんですかうん、やっぱね人間が、基本的には人間がすごい興味あるんですよね。昔から、はいはい、例えば、 あの小学生の時にバスに乗ってて、うん、いろんな人がおばあちゃんとかいるじゃないですか。うん、だからもうこの人たちの人生を一人一人追体験したいっていうことをずっと思いながら、今まで生きてきたんですよ。だから、とにかくあの人の人生っていうのは、なんかね、例えばいろんな人生あるじゃないですか。成功する人生もあ、はい、あの不幸のどん底みたいな人生も、うん、もう全部知りたいっていうのがもう昔からの願望なんですよ。で、ずっとそれに興味持ってたんで、もう大体もう分かっちゃったんですよね。 <laughs> そうですね。あの、もう、ね、あの、あの、もう興味ありすぎて、もう大体もうあの、新鮮さを感じない。<laughs> あ、調べたりするんですかえ調べたりする聞いたりするいや,いや、調べたりっていうか、まああのじ、あの、実際、あの、会ってると、うん、あの、それなりに、なんかね、変な人いっぱい、あの、散々会って、だい、うん、大体、もう分かったかなって感じなんですよね。あ、そうですか。うん。 僕逆になんかまだ全然いろいろ発見してるんで。はい、ああ。まあ例えば最近僕がハマ,、はい、ハマってるというか、よく気にしてるのは、境界性知能っていうやつで。ああ、なるほどね。はいはいはい。なんかどんな感じなんだろうなと思って。要はなんか付き合ってこない。小学校の時にはいたんだけど、クラスに何人か。だけど、中学に行ったらもういなくなるじゃな、ね、い。 もうその僕は中高一貫に行ったら、境界性知能なんか一人もいないわけですよ。いるわけないじゃないまあそうですよね。<laughs> 受験で通らないから。いないんですよ。大学にももちろんいないんですよ。で、そのまま起業しちゃったじゃないですか。で、採用するやつにも境界性知能のやつとか採用しないから、いないんですよ。とずーっといなかったんですよ。ツイッターとかで、久しぶりに出会って、 なんでこいつらこんなバカなことずっと言ってんだろうなと思ったら、うそういうツイートがこの間飛んできて、あ、これだと思って。うんなんかほら、小学校の時にも、ずっと何か例えばわかんない僕が、静かに授業してる時に、おならブーってやったりするとするじゃないですか。おならブーとかってずっと言ってる人いるじゃないですか。はい <laughs> まあ、永遠と言ってる人といですよね。ブー、うん、ブー、みたいな。ブー、みたいな。いたでしょ。まあ、そうですよね。はい、あ。僕、小学校低学年の時は、容赦なく殴ってましたけどね。うん、だから、あんまり考えずに、はい。いろいろ行動ができる分、はい、意外と繁殖力が強いんですよ。うん。だから減らないんですよね、うん。まだネットにいるのは、あの、まだ程度が軽い人ですよ。 本当に興味するような人ってやっぱりネットとかでコミュニケーションができないんで。うん、でもそういう人たちって障害者手帳持ってたりするじゃないですか。はいはいあ、うん。まあそうですね。うん、まあ,あの持ってない人が多いあの厄介ですよね。そう。で持ってない人は、俺だから日本の教育の一個のも、まあ日本じゃなくても教育の問題の一つって、はい、読み書きをできるようにしてしまってるっていうのが良くないのかな。 だから分かんないんですよねかないのに読み書きできるじゃないですか、うん、一応。だから、なんか本とかを読ませると、勝手に接続詞を省略したりとか、うん、あるいはまた勝手に付加したりとか、だからただ本を読んでるだけなんだけど、あれそこ飛んでませんみたいなことが、そういう人たちはすぐ起きるらしいんですよ。うんまあ、でも、多分それって想像してるよりも、あの程度の問題で多くって、 あの、やっぱりあの、その、文章とかをちゃんと使いこなせる、あの、人って意外と少ない。うん、そう、そう、そうだと思ったんですよ。うん、で、ネットの世界も長らく、ブログとかしかなかったじゃないですか。はい,、はいはいはい、なんか、回線が細かったから、ブログとちょっとの画像ぐらいの感じの世界だったところに、みんながスマホ持って、あ、だから、そういう人たち、パソコンも使えないじゃないですか。はいはい、まあ、使おうと思わないじゃないですか。でも、スマホは使うじゃないですか。はいはい 電話だと騙されて持たされてるから、スマホはすごい保守的でも使うんですよね。で、みんな使ってるし。ただ、映像とか音楽とかも消えるから、使ってみて、で、ツイッターとかも使っちゃって短いから。はい,は,いは,いはい。はいはいはい だからなんか使えた気になっちゃってて、うんうん、で、それで現れてきたんです。だから、初期のツイッターってそこまでクソリップ多くなかったと思うんですよ。うんうんうん、まあそうなんですよね。うん、あの反射神経だけで通る人いますからね。ら僕逆にそれがね、僕あの、小学校の頃からトラウマで、あのー、なんかね、ノリの会話する人っているじゃないですか、ノリの会話が。うんうん、であれどうやっていいのかわかんなくて。うん まあ、あれは、なんかあの、あの、あの考えてやってる時点で多分できないんですけど。そう,そうそうそう。<あの笑>でも僕はもう、あれはね、あの、どう考えてもできないなっていう、あの、ことで。ね、あれはだから、卓球とかで、ラリーをやってるみたいな感じなんで。反射、反射神経で,で、ね。ボール来たら打ち返します、みたいな。いや、そうなんです、ね、だから、会話には全く意味ないんですよ。いや、そうなんですよ。まあ、でもね、そういうノリの、あの、いい会話できる人というのは、大体ね、あの、ちょっと、憧れがあって、 で、うちの社員とかでもね、ノリのいい会話するやつがいるじゃないですか。はい、その社員のね、なんか SNS とか見たらね、なんかあの食い物が買っちゃって、うまーっとかしか書いてないんですよね。うん、もう、あの、うん、一言しか書いてない。うん、うん。だから、ちょっとそれコミュニケーションのタイプが違うだけなんですよね。それで疲れるんだ。はい それで疲れるってことですか、ね、え,え、全然疲れない。あ、そうですか、ねあ。じゃあなくて、いや、あ僕はそういうふうないろんなタイプがいるんだなっていうのを分類して終わりなんで。あ<ー>あ。ただ、だん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 ,だんあの見慣れてくるじゃないですか。うん、あのそうするとあの、このタイプはもう知ってるっていうふうにだんだん興味を教えてくるって感じですね。じゃあ、今後どうなっていくんですか、うん、内面内自分の内面世界に行っちゃうんですかかかみさんは。内面世界いや、あんまりそういうの考えて生きてないんで。うん。んなんでしょうね。まあ、だから今、数学は楽しいですよ。え 数学。数学。そう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 。数学。数学の何やってるんですかあの、数学ってオープンワールドなんですよ。はい。あの、僕がね、そう、最近やってたって言うんだとしたら、あの、4月の初めぐらいに、あの、僕がやっとね、去年の12月から、あの、えっとね、あの、微分方程式やってたんですよね。で、微分方程式をやってて、で、それが12月から、あの、今年の4月に、やっと準備が終わったんですよ。 準備準備。勉強するための準備。はあ、あの、数学っ勉強するための準備であるんですよ。そあの、その、微分方程式を理解するためには、微分方程式に使われている用語を理解できないと、勉強できないじゃないですか。はいはい、だから、まず、用語の定義を理解するんですよ。うんうん、それが4回ずつかかって、うん、まあ、まあ、あの、毎週2時間しかやってないんですけど、だいたい70時間くらいで、あの、やっと今月から微分方程式の勉強がスタートしたんですよね。うーん。 だこれがもう本当ね、僕エルデン・リングルと同じだと思ってね、<ー>感動したんですけどね。だその4ヶ月間、僕はずっと、あの、あの、他の数学の勉強はしてたんですよ。だいろんな数学の勉強をやりながら、その微分法的なことを考えていて。うんそれでやっと4ヶ月目に、準備が終わっ,った。準備が終わった。だからまだ理解はしてないんですよ。<laughs> 準備ができただけ。何を学ぶのかが分かった。ああ、そうなんですね。いやだこれ、これがね、だいぶ、 あの、数学やっぱりね、やることいっぱいあるんで、まあ、当分、当分楽しめますね。ああ、僕、そういえば3年ぐらい前に、はい。勉強し直しましたね。なんか、東大受験しなきゃいけなくなって。はい、ああ、やりましたね。はい。なんか、ニコニコ動画でも昔やらされたんだよな。センター試験を。やりましたよね。はい、2年連続で。はい,は,いはい、はい、はい。 トマベチ博士とかに勝てるわけないじゃないですかね。<laughs> わかんないですけどね。ええー。ちょっとアメリカの大、一応大学、なんか変な人ですけど、うんうん、一応アメリカの大学教授やってる人とセンター試験で勝てるわけねえじゃん、俺、はい、みたいな、うん。まあでも意外と大学教授の人でもね、センター試験とか解けない人結構いると思いますよ。うん、まあなんですけど、うん、英語って、なんか別にその言葉だった、あ,あの、英語ってあの、うん 例えば、現代文みたいにないやつほど高度じゃないじゃないですか。はい、もうなんか穴埋め問題みたいな感じだから、センター試験で英語なんて、うんうん。そんなミスらないですよね。うんうん、そう、センター試験やって、はい、で、同大の数学も久しぶりに勉強し直して、大変だったんですよ。はい、それ、二次試験もやったんですか二次の一時、足切りクリアしたから。はい、あ、二次試験もやって。二次試験もやって。 うん、それ大変ですね。<laughs> 結構久しぶりに、久しぶりだ、微積分も久しぶりにあって。マジですかはい。なんか、でもね、今回は、ユーチューバーの、はい。呼びのりくんっていうのが、はいはい。教えてくれたんで、はい、は,いは,いはい。お前教えんのうめえなっっ、はいはい、あ、呼びのりくんいいっすよ、数学の先生。あ、知ってます、知ってます。うん、はい。一回、うちも、うちも来たあ、来たんですかはいはい。ありますよ、はいはい。 彼教えるのすっげえ上手いから、はい、大学の数学まで全部教えてくれますよすげえいいと思いますよ。<ー>俺、だから、前に会いたかったよ、あの、現役の時に。そしたら理系数学でも全然いけたかも。高校の先生が教えるの下手くそで。あ、そうですよね、うん。やっぱ学校の先生って教えるの得意じゃないから、うん、すっげえわかりにくく教えるんですよね。いや、それね、やっぱり、 今、その、現代数学の勉強して思ったのは、まあ、高校の数学ってやっぱりね、大学数学の準備として作られてるんですよ。ああ、なるほどね。で、そう思うと納得できることって多いんですけど、うん、まあ、はっきり言って、まあ、あの、現代、まあ、あの、多少数学勉強して思ったのは、ここまでの数学って、あの、あれだけをやってたら意味がないっていうかね、わかるわけがない。うん,うん。し、多分、高校の先生も多分,分、わからずに教えてると思うんですよね。なんでこうになってるのか、大半の人は。ああ、なるほどね。 体系的に、はい。その、もっと基本概念みたいなものが。が、なお、それだけどあって、はいはいはい。それの準備を教えてるんだけども、な、なんでこんなことやってんのかっていうのは、多分あの、大学の数学、あの、数学科の人じゃないと多分分わからなくって、あー。で、僕はそんな勉強を、例えばあの、Q の面積を、あ、Q の体積を求めるとか、はいはいはい。ああいうのって、はい。要は次元をね、はい。ちょっと、落として、 はい。なんか、公式みたいなのはい。教えさせられるんだけど、はい。あの、公式めっちゃ覚えにくいんじゃないですか。はい、そうですね。3分の4の、なんとか R 事情みたいな、πR 字上、πR3 乗かなわかんないけど、はいあれ、微分すると、はい。微分したりすると、わかるんですよね。すごい。あ、そうです、そうです。あの、ま、ま、それ、そうなんですけど、あの、あの、それがなぜそうなのかっていうのも、あの、結構、あの、深いのがあって。ああ、はいはいはい。 で、そういうのが出てくるんですけど、まあ、うん、そういうの準備ですよね。うん。だから分かりにくいんですよね。はい、分かりにくい。うん、そうです。だからまあ、そんなことをやってるわけですね。まあ、そうです、そうです <laughs> <laughs> それ。何のためにやってるんですかいや、面白いから。あた,ただただ面白いからやってる。そういう感じで生活をしてると、はい。その、会社のこととかはどうなるんですか、はい、会社では何やってるんですかああ、だから会社のことって、あのビジネスって、 あの、基本、例えばね、人と会うのとかって、これって永遠に、あの、時間に費やされるんですよね。だから会社の中で取引先に会うとか、もしくはあの、あの社員と定期的に面談をするとか、これやるとで一日終わるじゃないですか。うん、で、あの、多分あの、経営者マネジメント仕事って、それがあの、ほとんどだと思うんですけど、あの、僕は戦略的デジョンだけやりたいわけですよ。 はいはいはい。マーケティングとか、うん、それがやりたいんですよ。で、うん、えー、それで人間関係のなんかそういうね、あの、会議、予算を決めるとかね、そのちょ、調整あの、調整的なデジションを全く省いて、戦略的デジションの時にすると、ほとんど働かなくていいんですよ。うん、<々>ああ、ね、なんで少ないでしょ。そういうの、うん、確かに。だから、あのー、暇なんですよね。 それだけやって、しかもあの、教育業界って、うん、あの、もうね、あの、全然あの、ドックイヤーの世界とは全然違ってて、うん、あの、1年に1学年しか進まないんですよ。うん、当たり前だけど。まあ、そうです、ね。<laughs> 当たり前だけど。だから別に、あのー、ね、あの、すんごいゆっくりした時間が流れていて、うん、で、その中で戦略的決定だけやってると。あれでもさ、あの、ああ僕は思ってんすけど、はい、その高校生とかって、はい あれは時間無駄なんじゃないですか高校生ですか、うん、うん。無駄じゃないですかあれ。うん。あの、大学受験勉強は完全無駄だと思いますね。うん。それに関しては N 校はどうしていくんですか、うん、いや、だから N 校は基本受験勉強とか、 あのいらないっていうか、まあ、あの全員に強制はしてないですよね。あのもちろん、する人にはサポートするんだけど、うん、あのそれとあのあの、大学受験のサポートも、その栄養入試、あ名前が変わっていえば総合入試になりましたけど、うんうん、その総合入試とかのサポートをするんですよね。うん、そっちの方は無駄は少ないですよね。だけど、はい、なんか、なんていうのかなこう、まず、記憶することってそんなに意味ないじゃないです、ね、うんだか。その まあ意思決定をしたりとか、うん、要はな、なんだろう、今ある情報を元にして、はい、その、どういう方向が自分にとってはプラスなのかみたいなのを考えたりとか、まあ実際に動いたりとかする方が大事じゃないですか。あれ、どうなるんですかね既存の高校っていうか。かあのまあ、僕ってあの、学校って、うん、あの社会に出るための準備期間だと思うんですよね。うん 要するに、社会に出てで生きていくための能力をつけ、うん、本来はつけるとかだと思うんですよ。企業からすると、別に学歴が欲しいんじゃなくって、うん、ぶっちゃけ地頭のいいやつが欲しいだけっていうケースが多いと思うんですよね。うん、なんだけど、あの、今の受験生だと、地頭のいいやつを取ってるんじゃなくって、うんうん、単純に暗記をして問題を解くことを、 あの、覚えた人間を採用してるんですよ。うん、ジアタムがいいかどうかは分からない。だノイズですよね。うん、しかもその競争がどんどん激しくなってるから。うん、だからそこの部分は社会にとって無駄だと思いますけどね。うん。それでも、ほら、変えていこうとするのに。はい、まあ、まあ N 校みたいなのはこ、い、う。だから、だからあれか、カトキかなみたいに思ってて。うん、僕はね。はい。カトキというのはあの、高校、はい。はい。である。はい。 高校っていうなんか資格を取るみたいなうーんまあどうなんでしょうねあのか過あのすごく大きく見たら過渡期だと思うんですようん、うん、なんだけどあのその社会制度でその学歴を基準に採用する文化とかってこれって相当なあのまあ それで勝ち上がった人たちが支配してる世の中になってるんで、ある種権益化しているからあの、これが崩れるのはあの難しいと思うんですよね。ああ、そういうふうに考えるんで、やっぱり。じゃあ、アプリは月額1,500円でビジネスパーソンの音声、聞き放題、そして動画も見放題ということで、いっとるしょ。